九州新幹線長崎ルートの新鳥栖武雄温泉間について、国や与党はフル規格で整備を進めたい考えですが、佐賀県は財政負担や並行在来線の便数の減少が懸念されることなどから反発し、整備方針が決まっていません。与党整備新幹線建設推進 PT の細田博之座長より、フル規格による整備に目処を立てるため、本検討委員会において、諸課題の解決に向けた検討を進めるようご指示があり。これに関し、与党検討委員会が今日夕方開かれました。委員会では、在来線の在り方、佐賀県の財政負担、ルート、地域振興策の4点について、佐賀県側の負担や懸案事項を減らす方向で検討していくことになります。一方、午前中開かれた記者会見で山口知事は、与党検討委員会でのこうした動きについて不快感を示しました。今向き合っている相手は、その幅広い協議なんですよ。なのでまた与党 PT からそのさっき言ったアセスルートフルが前提だとしか思えない、そういうような主張で例えば佐賀県の市長を潰されても、もともとそこに限定してないので、だからすごい違和感がある。また去年から続く佐賀県と国交省による協議も近くオンラインで開かれる予定で、その行方が注目されます。